月曜日、盛岡競馬場で行われた地方競馬の祭典 JBC。 1200m のスプリント、2番人気のドリームバレンチノが快勝。岩崎氏はレディースクラシックの3ビスタに続き、この日 G1 2勝目を飾りました。そして 2000m のクラシック、スタートから先手を奪ったのはフェブラリーステークスの覇者ポポドリッキー。直線でもその足は衰えず、最後は2着クリスライトを3馬身突き放す圧勝。ドクターポポこと小林幸明オーナーと田辺騎士はレース後、富士層について、ありがとうございます。さあ、まもなく東京11レースの G2 アルゼンチン共和国杯の発祥となりますが、実況席の佐藤さん、どんな展開になるか。そうですね、はい、そんなにハイペースにはならないと思うので、最後の姉妹勝負になると思います。2ゲームって何がいけるんですかね。そうですね、まあ、5番のネオブラックダイヤか、デスペラードのタイプか、うん、かなと思います。はい、先ほど田辺と聞いたらコンビがとても良いとおっしゃってました。ホコブレイブ、はい、どんなレースをしていくと思われますか。そうですね、外目で気分よく走らせて、最後、まあ、なるべく外を回らないような感じで外から伸びていくと思います。割と外を追走するときに、そんなに、まあ、内に入れても大丈夫な馬だとは思うんですけど、はい、まあ、そんなには内には入れていかないんじゃないかなと思ってます。ペースがそれほど上がらないということであれば、比較的馬場がギュッと固まったんですね。射程圏に入れながら競馬できるんじゃないかなと思ってるので、はい、1500m という距離ですが、ポイントという地点はどのくらいのあたりなんですかね。そうですね、やっぱりスタートと最初の1コーナーと3コーナーのコース取りですね。そうですか、はい。さあ、佐藤健三さんは北方ブレイブマイネルメダリスト2等軸でというね、そういう予想をしていただきましたので、解説もよろしくお願いします。ちなみに去年はこのレース、アスカクリちゃんが勝って2着はアドマイヤラッキーでした。2人の予想がありますが、誰か当たるでしょうか。ジェイツアルゼンチン共和国杯の佐藤です。東京競馬場メイン競争は第52回アルゼンチン共和国杯グレード2ハンデ戦です。芝 2500m 18頭立て。放送の解説ご紹介いたします。 JRA 元ジョッキーの佐藤哲三さん、そして競馬委員とおなじみの松本博さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤さん、9年前この舞台桜センチュリーで勝利をしていた、はい、この2500の難しさ教えてください。そうですね、やっぱりリズムよくいかないとダメなので、はい、あんまり引っ張ったりいうのはしない方が、僕は淡々と流していく方の戦法を取ってました。もう淡々と流していく。そうですね、で最後の直線までしっかり足を溜めるっていうか、いかに馬にストレスをかけずにというところなんですね。はい、前出して。さあ、そして広瀬さん、はい、上位騎馬というのが春の G1、 ここである程度実績を作ってきた馬になるわけですね。そうですね、まあ、特にあの天狗ゲームなんかは、東京の3600ですよね、長いところで重賞勝ってますし、はいはい、3400ですね、ダイヤモンド戦勝ってますし、実績も十分あるもんですからね。そのあたりはどうなのか、そして北方ブレイブにしても、やはり G1 に向けて賞金稼ぎ、これ大きな意味あると思います。そうですね、まあ、なんとか2着以内に入って、ジャパンカップありがけれる、そういう路線に乗りたいところでしょうからね。ズバリ展開、佐藤さん、はい、どういうことか。そうですね、僕はやっぱりホッコブレイブが最後今年の勝ち切りですね。先ほど2ゲーム馬はレオブラックダイヤ、この辺りが行くのか横山さんが行くのかという話もありましたが、いずれにしても東京芝の 2500m 戦7丁場のレースです。現在枠入り3番のコスモロビンが今ゲートに収まりました。偶数各馬セイクリッコバレー、そして当番のグレティオラス、さあ18番のマイネルジェイド、1番人気は北方ブレイブ、そして差がなく2番人気フェイスゲームという中で、最後にマイネルジェイドゲートに収まってフルゲート体制完了。スタートしました、スタンド前のまずは長い直線コース、
じっくり構えて9番のフリールカイザー吉田豊が出ていくでしょうか。スーッと押し出されるようにしてフリールカイザー、外は17番ラブリーデイスマートギア、さらに内4番のデスペラード重賞2勝馬です。1番人気の北方ブレイブ、ちょうど馬群の中段、外を回ってゼッケン15番、春の天皇賞3着以来のコンビ鞍上渡辺博信です。最初のコーナーをカーブしていきます。1番人気の北方ブレイブはちょうど馬群の中段、外目をついている。その内側に2番人気のフェイムゲーム鞍上北村博です。各馬これから向こう上目に入っていきますが、4番重賞2勝馬横山典弘、これだけのリードを持っていきました。果たしてこのペースはどうか。単独の2番手9番のクリールカイザー、さらにはラブリーデイなどが続いていきます。それでは向こう上面先頭から振り返っていきます。デスペラードも逃げ10馬身近くでしょうか。デスペラード横山典弘です。その後ろ単独の2番手に絶点9番のクリールカイザー、その後ろからはラブリーデイ、安城はライアンムーア、そしてその後ろに1番のサイレントメロディー、並ぶようにしてスマートギア、この辺りはバラバラの展開です。11番のスーパームーン帰ってきた内田が騎乗しています。後ろは3頭並んで最軽量51キロのボビーヌ、さらにはマイネルジェイド、外の方からは13番のマイネルメダリスト、そして後ろに固まっているこの4頭、内から3番のフェイムゲーム、さらに1番人気の北方ブレイブは外、12番のリキサンステルス、8番セクリットバレー、さあ少しずつペースが上がってアドマイヤケルト、さらには10番のプレティオラス、ケヤキの向こうを各馬が通過していく。5番のネオブラックダイヤ、先頭は4コーナーのカーブに差し掛かっていきますが、競りかけて早くも9番のフリールカイザー前に立とうかというところ。外からはラブリーデイ、さあ1番人気北方ベーブ、安城田辺は外に回した、黒い帽子フェイムゲームは内を選択している安城木村です。北村です。先頭はここでクリールカイザー、デスペラードか、400を通過している。9番のクリールカイザー、クリールカイザーか、デスペラードか、さらには進行を変えた、フェイムゲーム進行を変えた、外から競り出していくラブリーデイか、ホッコブレム、ちょっと苦しいか、ここは200を通過して3着か、北村清年年間 JRA 客勝達成までフェイムゲームだ、フェイムゲームだ、ここは抜けた、2番人気のフェイムゲーム、北村やった、重賞3勝目。最後は進路を変えて外をついていきました、フェイムゲーム。北村博士 JRA 年間100勝、このレースで達成です。まずは直線の振り返り、佐藤さん、はい、北村ジョッキーが内を突こうかというところ、ここは外に持っていきましたけれども、そうですね、うまくチラチ添えで、リアルつけながら間どこでも通れるような位置で、まあ、一番安全なところに出していったんじゃないかなと思います。決して広瀬さん前が壁になっていたわけではないんですか。そうですね、割とこう有力馬が外回りましたので、はい、さばきやすいところがあったんですけど、それにしてももう並ぶところもなく助けましたしね。そうですね、いやフェームゲームこれだけこう切れるは使えるのかなっていうのね、はあ、またこう成長したような感じがしますよね。そして2着にはクリールカイザー、3着に11番のスーパームーンが入ったでしょうか。東京競馬場着順掲示板はまだ上がっていませんが、3番のフェイムゲームが先着しています。東京券そのままでお持ちください